神戸電鉄5000系電車は、神戸電鉄が1994年に導入した、通勤系電車。本記事では、編成単位で表記する必要がある場合は、ありま、みた、あの先頭車の車番を代表し、5 0 0一、編成のように表記する。更新車800系の置換へが完了した、神戸電鉄では、初期構成の応舎の置換への開始にあたり、 で300系の代替新造車は2000系をベースとし、新鉄初の VVVF インバータ制御の車両として導入することになった。当初は2000系の連番とする計画もあったが、制御方式の際などから別形式とし、1994年3月に新形式の5000系として登場した。5000系は1994年3月に、 で300系の置き換え用として5001編成、5003編成の4両編成2本が登場、その後も初期高性能車両を置き換える形で順次、増備され、1998年3月の5019編成の登場で4両編成10本の40両となり、神戸電鉄で最大の量数となった。車体は2000系に準じたアルミニウム合金製で、 塗装パターンも2000系と同一であり、オパールホワイトとブライトレッドの組み合わせである。制御装置、主電動機2000系の 3M1T に対し、5000系では、全電動車方式を採用した。神戸電鉄発の GTO サイリスタによる、電圧型 PWM-VVVF インバータ装置マップ -128 から 15V43 を、奇数車に搭載、1C8M 制御である。 主電動機は、自己通風式の3、消化後形誘導電動機メガバイト -5057A を採用した。平行カルダン駆動方式を採用し、歯車比は7.07である。台車台車は2000系と同様の軸量式だが、使用電動機が変わったため、神経式のキロワット -68 を装着する。 終電装置終電装置は2000系と同様の PT-4808BM 下枠交差型パンタグラフを採用、奇数車の神戸型に搭載している。ブレーキブレーキは、電気指令式ブレーキのマッサ型を採用、VVVF 制御により、新鉄では、出線系以来の改正ブレーキを採用した。また、改正制度の執行対策として、 そもそも速発電制同様の抵抗器を設置し、ブレーキの二重計を測っている。全電気指令式ブレーキの採用と、各種機器の信頼性向上により、非常電制の設備は省略された。保安ブレーキも合わせて装備する。補助電源装置、空気圧縮機補助電源装置は2000系と同様の、100クバの NCF-1800、c 製 c 系インバータを採用。 電動空気圧縮機は C-2000 系レシプロ式電動空気圧縮機を採用、いずれも偶数車に搭載する。空調装置冷房装置は2000系と同じ、集約分散式の CU-772 系で各車に2機搭載する。低速運転機能保温系列では3000系以来、久々に低速運転機能を装備した。4ロッチスイッチ投入と運転台の 低速運転スイッチを謳歌により動作する。立行時2ノッチ以上、時速 40km 以上、そもそも即時1ノッチ以上、時速 45km 以上で低速運転スイッチを謳歌すると、おか時の速度を保ち、マスコン、常用ブレーキ操作、非常ブレーキ操作で解除される。車内では、従来先頭車にあった車椅子スペースを 中間車にも設置路線マップを併用した LED 式車内案内表示装置を地取りに3台設置している。5013編成以降は木目デコラーの色調が濃くなり2008年に登場する6000系に近い色合いとなった。乗務員室運転台は2000系を踏襲した通ハンドル式デジタル速度系でハンドルは共に前後操作式であるが 区別のためデスク部分が黒色仕上げとなっている。また、1998年3月のダイヤ改正による時速 80km 運転開始に際して4ノッチスイッチが搭載された。車掌スイッチは間接制御式を採用している。5000系制御電動車と5100系中間電動車からなる全車電動車の4両編成でありま方から CMMMMC の順に編成される。奇数車には三菱電機製の VVVF インバータが、偶数車には静止系インバータ、電動空気圧縮機、蓄電池が搭載されている。パンタグラフは奇数車の神戸より車端部に付けられている。 5 0 3 2 0 1 7年2月21日スズランダイ駅51042017年2月21日スズランダイ駅51032017年2月21日スズランダイ駅50042017年2月21日スズランダイ駅公園都市線を除く新鉄各線で特快速から普通まで運用されているが公園都市線には多客機の臨時輸送で入線した実績もある 主に、有馬、三田線系統が中心であったが、2001年6月のダイヤ改正で、青線全線での運用が可能となった。2002年からワンマン運転対応改造が行われている。5 0 0 1編成は2012年3月25日より、青線活性化協議会での取り組みの一環として、ラッピングトレイン、ハッピートレーンを走らせている。これは、 神戸芸術工科大学の学生から作品を募集し、推奨作3手により、一般投票でデザインを決定したものである。なお、この5001編成は、座席モケットが神戸電鉄のマスコットキャラクターなどが描かれたものとなり、車内照明に LED を使用している。また、2016年より全消灯も LED に交換されている。2020年4月1日現在、 ありがとうございます。